ちょっと後半ではそういった現状認識の上で、猪瀬さんがやっぱどういうビジョンを掲げて、まあ具体的にどういう政策で日本を変えていくべきだと思っているのかをちょっと聞きたいなと思うんですけど、まだちょっと抽象的なところでいいですけど、ビジョンとして、まあ、今後の日本ってまたしくモデルチェンジ日本でも掲げてらっしゃいましたけど、みんな細かい話はするじゃないですか、けど大きいなんかグランドストラテジーみたいな話をする人ってほとんどいないじゃないですか。猪瀬さんとしてこれからの日本のビジョンってどういうふうに考えてるんですか。基本的には構造改革で、よくさ、なんていうかな、新自由主義とかって言葉を批判するじゃない、僕別に新自由主義だと自分で思ってないしねでなんかそれレッテル貼りだなと思ってて、あとそれぞれ好き勝手な議論をみんな言ってますけど、まあ僕はねあんまりね抽象的な議論よりも具体的に仕組みを変えるっていうことが大事だと思ってて、日本っていうのはその、帝の肖像で書いたけども、あるいは土地の神話で書いたけど、例えば私鉄を作ったあの経営者が日本人のライフスタイルを変えたわけよね、通勤するという、小林一三とかね、あの後藤啓太とか、堤康次郎とか、仕組みを作ることが大事なんで、それで例えば地下鉄事件化もちょっとやりかけたまんまだったんだけど、仕組みを変えればね、それ利便性増すし、収益が良くなるし、ドルコーダーもそうだけど、ちゃんと黒字になるわけですよね、そういう仕組みを変えることがいくつかいろんなところにあるんじゃないかと思ってて、そういうことのまずいろんなきっかけで、一つまずカーボンニュートラルね、だから僕テスラあるんだよ、ちょっと後で見せるけどさ、ね、あれ簡単な話、あれ電気代安いんだよね、安いっていうのは僕は月1回ガソリンスタンドに行ってたわけよ、だいたいガソリン代1倍ぐらい払ってた、50リットルで、ね、まあ廃屋で180くらい、それがさガソリンスタンド行かなくていいわけよね、もうね、でこの電気からカチャッとはめとけば夜間電力で満タンになるわけよ、でだいたい月 2,3,000 だよ、まずは、ね、でそんな当たり前のことがそのなんで普及しないのかっていうと、例えばトヨタは自動車産業系のジャーナリストって多いのね、そうですね、それで食ってるからさ子飼いになってる人も多いですよね、だからねなんかねやたらに批判するわけ、でプリウス世界一だというわけ、いやそれはね1997年では世界一なのよ、発明した時は特許をちゃんと公開すればよかったら、途中から公開しなかったんで2017年から公開したらもう遅いんだよ、プリウスハイブリッドの市場はちゃんとできなかったんだよね、トヨタ以外はね、まあそれいいんだけど、要は単純な話、その今までの車はガラケーだとしたら EV はスマホなんだよね、 iPhone みたいなもんですね、それで、要するにハイブリッドっていうのはガラケーにアイモードつけただけなんで、うまいこと言いますね、いや本当そうなんだよ、まあ後で見ると全然違うことわかるからあれなんだけど、スピードメーターも燃料メーターもないんだよ、ここに15インチ の, パネルがあるんだよね、見たらさその未来があるから、そこにだから未来感を感じさせるっていうことが大事で、確かにそれがビジョンも大事だけど、具体的に未来をかっこよくなきゃダメよ、かっこよくね、確かにそれでね、だから問題はね、例えば僕2010年に、日産のリーフの試乗に来ないかって言われたわけ、試し運転に、でもオッパムまで行ったわけよ、日産の工場のある、そこに 2km のコースがあるのよ、で僕副知事の時で、まあ、とにかく見てみたいと思ったから2010年で日産が一番早くそれをやりだしたんだけど、行ったんだよ、行ったらさもうがっくり来ちゃったの、見ただけでかっこ悪かった、だってファミリーカーだもん俺ね日産フェアレディ Z かさ、GTR があると思ったわけよそしたらねファミリーカーがあってカローラみたいなさ、ね、まあまあ、乗って、まあ、それなりにスーッと動いたけどさ、ダメだこれやと思ってさ、つまり考え方のね、マーケティングのセンスが違うのよ、つまり中流層に働きかければ売れると思ってるわけ、そうじゃないんだよ、テスラ乗ってもらうと分かるけど未来感があるわけよ、意識高い系が買うわけ、かっこいいから、かっこいいところに未来があるから、そうすると他の人がついてくるんだよね、それはテスラの戦略だよね、だからそこがまず違うんだよね、したらかっこいい未来を具体的にいろんなところで見せていくってことがまず大事だ、まずそこにもちろん性能がついてくるんだけど、性能で要するに停電になったらそこから電気取ればいいわけだとか、そういう当たり前のことが出てくるわけだけどね、そういうそれにまあ単純にさアイドリングってないんだよね、だから、アイドリングってあれガス入ってるじゃない、止まってあれないからね、信号で止まってもアイドリングしてるわけでしょ、あれガス排気圧出してるわけね、
で話をちょっと戻すと、うん、石原知事は当時慎太郎さんはディーゼル規制やったわけよ、ね、あのディーゼル車は今でこそね少し空気きれいになってるけどねあれすごいよ排気ガスが、うん、で僕ランニングしててさディーゼル車はトラックが止まって運転手さん寝てるわけよ道で、うん、その横通ったらふわーってさものすごいよ俺走ってるからほら息切れてるじゃないそこにあれ入ってくるとさうってなるよね、うん、っていうことが平気で今もあるよだからディーゼル規制で性能は良くなってるからさ排ガス規制厳しいからそれを放置してたんだよ、うん、それで石原さんがディーゼル規制やってそれは法律じゃないんだよね条例なのね法律は変えないんだ国は自動車産業に気を使ってるから、うん、規制を厳しくすればコストかかるっていうことで自動車会社嫌がるから性能ねでそれで結局その都条例でやったわけよこれがアイデアなんだけど東京都条例でやったら東京都にみんな車通るわけよ、うん、だからそれ入れなくなっちゃうから必然的に適用しなきゃいけないってことですね法律変えたと一緒になるわけね、うん、ということで空気きれいになったわけよね、うんそれでディーゼル車ってパワーあるから、うん、フォルクスワーゲンあるじゃないフォルクスワーゲンがあれ2015年にアメリカで排ガス規制ごまかしたっていうんで制裁金取られたでしょ、うん、大騒ぎになったじゃないあれ2兆円取られたんだよフォルクスワーゲンがおそっからフォルクスワーゲンは EV 模索し始めたわけ、うん、それで今テスラの次に多いのがドイツ車なんだよ、うん、中国車もそうだけどテスラの次にドイツフォルクスワーゲンでしょ一番メーカーはそうするとさメルセデスもBMW も一緒にやらざるを得なくなってくるわけよドイツ市場でそうすると今ドイツ車がもうテスラのギリギリに迫ってくるで今度中国もそうなのねで EV がでここにあるテスラは上海製なんだよああですよねそれで、うん、蓄電池もあれなんだよ CATL パナソニックじゃないんだよ最近中国に住んでる友人の方に聞いたら、うん、もうやっぱテスラよりもかっこいい電気自動車が国産でバンバン出てきて、うん、もうシェアもどんどん抜いてるらしいんですよだからテスラすら超えるところが出てきてる、うん、それとね50倍ぐらい出てるでしょ、うん、50倍ぐらいのこの間骨董通りに中国の EV の展示場できたよ、うん、すぐそこに、うん、あでね日本はね軽乗用車150万から200万するでしょあれ絶対にねカルテルっぽいんだよね、うん、つまり軽乗用車って税金安いからそれで日本だけの市場でしょ、うん、非関税障壁だから自由化されてないわけよそうすると外国のメーカー入ってきてないの軽乗用車市場はだから高い価格で売ってるんだよね、うん、だから50万円で EV ができてるのに日本は150万円から200万円も軽乗用車するわけよ、うん、だから EV でどんどん今中国が入ってくるから日本にと負けてっちゃうのねもうつまりはその EV 時代にちゃんと適応するために、まあ、政府とかが温度を取ってちゃんと規制を変えていくべきだって、うん、そういうルールチェンジすべきだってことですね。そういうことですね。だからいろんなルールチェンジがしなければならないことがいっぱいあって、うん、今石炭火力発電所っていうのあるんだけどこれ今既得権益の側では石炭火力使いたいからアンモニア混焼といってアンモニアを混ぜて燃やすって言ってるわけね、うん、それでオーストラリアから持ってくるわけよ、うん、アンモニアっていうのは水素と一緒なのね、うん、水素の化学式と一緒でそれのまあ安い水素みたいなもんですよ、うん、それをところがオーストラリアで石炭からアンモニア作ってるからそこで結局完全に再生エネルギー作ったらグリーン水素っていうんだけど、うん、ブルー水素なのねブルーアンモニアを仕入れて燃やして、うん、石炭火力で混焼率 20% っていうから、うん、結局 20% 減るだけなんだよそんなこと言ったら LNG はそもそも石炭火力の半分だから何やってんのっていうふうな、で結局それは三菱重工とかタービンを売りたいからなんだよね要はねところがさ今度は石炭火力で高効率とか言ってんだけどそのタービンが中国製に負けつつあるのよ値段でも性能でもだから全然何やってんのって感じなのねだからそこ変えるだけでも産業も変わっていきますし生活も変わっていきますしそれでね車はさトヨタは偉いって言ってるけどその裾野がねすごいわけでしょ、うん、その部品メーカーとかねだから自動車産業で550万人ぐらい雇用してるから、うん、全体でねいろんな部品の細かいところやると
それが困るって言ってるわけ、トヨタの社長は、はい、だけどそんなこと言ったってそれは昔の19世紀のラッダイト運動と同じでしょ、うん、機械打ち壊し運動って、それって産業革命 の反対じゃない、それは。で今そういう例えば裾野が部品が3分の1ぐらいになっちゃうから、うん、EV だとでね、風力に回せばいいわけ。お今ね東京タワーぐらいの風力がデンマークでどんどん作られてんだよ。へえ、そうなんだ。そう、羽根が200メートルだよ。ほう、そういうところのいろんな駆動のね、あれ装置とかベアリングとかいろんなものが必要になってきて、それもちろん物としてもいろんなあの鉄とかアルミニウムいっぱい使うわけよね。そっか、新しい産業セクターに移ればいいんだ。移ればいいんだ、転換していけば。へえ、だから秋田沖で今少しずつ始めてるけど、あと五島列島とかね、その銚子沖とか、まあ、全然少ない。あで結局ね、うん、日本がもたもたしてるから、多分重工長大型のね、三菱重工とかさ、日立とかね、そのいろんなとこぼんやりしてたから、うん、まあ、日立の方がマシだけどね、三菱重工ぼんやりしてたら取られちゃったわけですよ何か、うん、で結局あのデンマークのベスタスとかドイツのシーメンスとか、それからアメリカの GE とか、うん、それ取られちゃったんだよね、市場をね。結局その産業のシフトができない根本理由って、うん、やっぱり雇用の流動性ってとこあるじゃないですか。まさにそれだよ。だから年功序列終身雇用でさ、うん、それ直さないと。それでね、うん、どっか東大の工学部かなんか出てさ、うん、ずっといて、あるいは工学部じゃない、法学部かなんか出たのが社長になってさ、うん、それで結局それで4年任期やったら終わりでさ、はい、それ繰り返してたら全然新しいさ才能が育たないし、うん、それから世界の情報が入ってこないんだよ。そうですよね。外人の役員いなきゃダメよ、うん、あのもちろんあの外人の社員もいなきゃ。そうですね、情報が入んないから、うん、あの世界が何起きてるかわからないから、うん、そういうことでどんどん遅れていっちゃうけど、ね、そうですよね。だからドイツも結局シュレーダー首相がその雇用の流動化のとこをやったんで、うんうん、経済盛り上がりましたし、そうそうそう、マクロンもやって、今フランスってスタートアップが盛り上がってるじゃないですか。そうなんだよ。さらにイタリアでさえ雇用の流動化ってやったんですよね。そうなんだよ。解雇規制の緩和とか、まあ、それをやっぱやんない限り日本はさ無理ですよね。相変わらず一括採用やってるわけよ、うん、そこ変えないとね。だからなんで同期の桜みたいのね、うん、未だにやってんだからさ、うんうん、どうしようもないと思うよ。そこがセンターピン中のセンターピンですよ ね。だからそこでやっぱ流動性があって、まず人事システムがジョブ型にしていくとかね、いろんな形があると思う、うん、西洋式のジョブ型に全部変える必要はないんだよ。だけど、うん、もう少しあの服装的なものっていうか、うん、もう少しいろんなこう、伏線型のいろんな形を作らないと、ね、副業もね、まあ、認められますし、副業もやったりアイデアを考えたりとか、うん、する時間もあったりとか、うんうんうん、まあ、そういうことだよね。だからいくらでも変えられるんだ。その意味で日本維新の会はそこの流動化のために政策は通していくわけですよね。日本維新の会はさ、うん、ベンチャーだからさ、うんうんうん、いないんだよ変なのもう。変なのがいない。っていうかその年功序列じゃないから、うんうん、もう若いやつに権限譲っちゃって、僕アイデアどんどん出してあげて、ね、それを推進してもらえばいいと思ってて。しかも松井さんもね、や、うん、ね、辞められますもんね。うんうん、だからね、一応まあ一応知恵袋というかね、うん、ビジョンを考えてきた人だから。うん、いろんな改革をやってきて、でその改革は必ず支持率上がるんですよ、うん、だからそれをやっていけばね、いいんですよ。だからつまり猪瀬さんは維新の会のなんか長老的存在になりたいんですか。長老って言って言葉あるかもしれないけど、知恵袋っていうか、まあ、だから今までの経験をね、うん、それでね、よくね、だからネットなんかに猪瀬なんか年取ってんだろ、そんな年取っていらねえよっていう言い方があるわけだけどそうですね、最初の論点とも ね、だけどそうじゃないんだよ、うん、今までこれだけ本書いてきていろんな経験してきたものを、はい、あのそういう知恵を伝えていかないとダメなんだよね、はい、うんうんうん、やっぱり。で僕なんかも20代の時にそれこそあの昭和16年夏の敗戦を30ぐらいで書き始めたでしょ。その時に70代の人にヒアリングしてるわけよ、うんうんうん、それでなるほど日本ってこうなってたんだとかね、いろんなこと分かったんだよね、はい、うん、だからそういうあのヒアリングをしていくことが大事で、逆に言うとそれを伝える役割の人が大事で、うん、そうやって回していかないといけないっていうことなんだよね、うん、そこは分かります。それでね、大事なのはね、この間ちょっと朝まで生テレビで若者が出てやってたけどさ、この間金曜日ちょっとちらっと見たんだけどさ、それでね、分かってないんだけどね、あのね、今ですね、あの年金はね、もう70になりますよ。そうするとね、うん、60代69歳の人働いてもらわなきゃいけないわけよ、うん、あるいはね、で年金もらうの
僕は75歳からもらってもいいんだ、80歳からもらってもいいんだっていうふうに自由意志でやると、うん、さらに後になってもらうの多くなるけども、そうもらわなくていいわけですよ。すると労働市場を作んなきゃダメなんだよね。そうですね、シニア向けの。それでね、この間ある大手の出版社のやつと話したんだけど、60歳で定年だっていうわけで、それが優秀な書籍の編集者でさ、学術論文みたいなのも含めてずっと編集した人なんだよ、はい、もうそれすごいジョブ型の才能だよね。それが60で終わりなのよ。それも差別ですよ ね、年齢差別ですよね。それでさ、3歳ぐらい定年ちゃうじゃない、うん、何してるかっていうと伝票の整理してて、朝9時に来てタイムカードをしてやって、でもうやめるとか言ってんだよ。だから、うん、つまりだから生かしてないわけよ、うん、要はね、うん、だからそういうことやってたら60、70でも働いて、だって僕もね、作家っていうのはね、あの植木屋さんとか大工さんと同じカテゴリーなのよ。あの80になっても90になっても働いてるでしょ、植木屋さん、うん、大工さん、他にもいろんなのがいるじゃない。そういうカテゴリーなんでね、それはジョブ型なんだよね。だから僕作家としてジョブ型で生きてきたから、そういう人たちはあの仕事がベテランになればなるほどいいわけですよ。うん、よくあの宮大工さんなんかね、すごいこう背中から覚えろなんて言って若いのに教えてるけどさ、そういうふうなものが実は財産なんでね、うん、それを生かせれば年金減るわけよ。そうですよ ね、働いてもらって GDP も上がるし、うん、そうなんだ、いいことづくめ、健康にもいいですよ、ね、そう実際にね、うん、そういうふうに働いてもらって、で今あの健康寿命が男72、うん、女75なんだよ、うん、で平均寿命は男80で女87から、平均寿命超えてるじゃないですか、ね、うん、平均、いや健康寿命、ね、健康寿命ってだから ね、 だからね、75とか72から寝たきり老人になったらさ、うん、そのコストどうするんだってことなのよ、うん、だからそれ死ぬまで働いてもらった方がいいわけよ。絶対そうですよね。だからそうするとね、あのそうやってジョブ型でやってれば、うん、あの生きがいがあるから病気になりにくいんだよ、うん、でも繋がってますよね、一括採用の話とか認知症にならないしね、それだと、うんうん、それで結局ね、若い人が高齢者ばっかり向いてるって言い方するけど、それはさ間違いで、うん、その高齢者は結局家族だけで見たら若い人がその高齢者を養わなきゃいけないわけだから、はいはい、税金の使い道がそっちばっかり行ってるっていうのは間違いで、うん、そもちろんそれを減らすためにだから70歳まで働いてもらったり、うん、80歳まで働いてもらって年金の期間を短くすればいいんでね、うんうんうん、そういうことですよね。そうですね、そこのシニア向けのマーケット本当ない。あの、うん、サザエさんの漫画、波平さん、波平さん、あれ54歳だから ね54歳で55歳定年だったのよ、うん、そうですよね。だから20歳ぐらいから働いて、うん、35年働いて55歳定年になって、うん、あのあとね、僕の中学の時の教科書では68歳平均寿命なのよ。うん、そうすると年金13年もらって死んでくれたわけ。だから成り立ってたわけよ、うんうんうん。だからそれは長生き100年時代だから、うん、70まであるいは75まで働いて、そしてそこから年金もらうようにするぐらいの、うん、あのもっとフレキシブルな労働市場を作っていくことが大事で、うん。どうやったらシニアのそういうフレキシブルな労働市場できるんですか。だからそれ今から、うん、今の若い人もあのすぐ年取りますからね、はっきり言うと。ですよね、いやそれ思います。それで60になっちゃうんですよ、うん、そうすると今ね、何か言ってる人が60になって定年だって言われて、お前何残ってんのって言われるわけだから今言ってることを自分が言われる立場になる。そうだからジョブ型の構造を作っていくための提案なり副業なりやりながらアイデアを出していくとか、いろんなことやっていかないと、うんうん、そうすると60歳になった時に俺は手に職があるよっていうね、うんうんうん、そういうふうに言えるように自分が考えなさいよっていうことなんでね、うんうんうん、で超高齢化社会を批判してもしょうがないんで、これあのこれはこれで人類が達成した一つの目標だったわけですから、うんはい、で実際に本当に50歳ぐらいで働き盛りでポクって死んじゃったり人がいっぱいいたわけね、うん、今そんなの、 あの心臓のカテーテルやればすぐ治っちゃうんだからさ、うんうん、というふうに来て、まあ、それは進化だからね、うん、それをちゃんと生かして60歳70歳80歳の人が働いて、はい、若い人がもっと楽できるようないろんなあの仕事を一緒にやれるようにすればいいんで、うん、そうですよね。よく大企業を辞めてスタートアップに入る人いるよね。いますね。あやっぱり自分がジョブ型で持ってるからだよね。いや経済同友会とかで講演した時も、うん、そこにやっぱりもう結構偉かった方々とかいっぱいいらっしゃるんですけど、うん、本当はスタートアップとかでいろいろなんか支援したいのに、うん、そこをつないでくれる人がやっぱりいないっておっしゃってて、うん、そこだよね。だから本当マッチングとかがマッチングだよ。日本はうまくいってないですね。もったいない。だからまずその単線構造のこの年功序列雇用のね、うん、一括採用やめりゃいいんで、それ壊れることでもういろんなところが良くなりますね、うん、
僕は、うん、あの全教徒の議長だったんで、うん、就職して受けられなかったんですよ、うん、で周りのやつは、まあ、受けていくんだけど僕はさすがにねバリケードの中で僕がね、うん、やれって言ってる時に自分から率先して就職して受けるかぎりいかないわけよ、うん、でまあ終わって、うん、で卒業したと、うん、そしたらねどこも就職試験受けさせてくれないのよ。あ、まあ、その時から僕はこの国ダメだと思ったからはっきり言ってこの国のルールの外でずっと生きてきたんですね。なんで受けさせてくれないのっていう、まあ、そこからまず疑問が始まるからね。うん、だから、まあ、逆に言えば中途半端にあの就職したら作家にならなかったら分かんないからならなかったかもしれないんで、うん、まあ、それ覚悟ができたんだけど、うん、やっぱでも今20代の人に言いたいのは覚悟を持ってやれば必ず開けるから、うん、はい、それ自分を信じてやるんで信じる自分がなかったら信じる自分を作れって言うしかないよね。いい言葉ですね、うん、それやっていけば必ず開けるから、うん、で変えるのは変えてもらうんじゃなくて変えるのはあなたですよっていう、うん、そういうことなんだよね。で僕はだから75歳でも変える側にいようと思ってるから、うん、そこはかっこいいですよ。やっぱりそこは諦めないでほしいですよね、いろんな方々が。っていうかそれともやっぱり当たり前だけど、うん、この国を良くしなきゃしょうがないでしょ。いや本当そうです、文句言っててもしょうがないですよね。そうなんだよね、うん、沈殿してさなんか文句言ってる人たちって、うん、自分が不幸だよね。そうですね、うん、その意味でやっぱり日本の一番大きい問題の一つがやっぱ少子化であり、うん、その人口減少でありやっぱ日本を変えるためにもやっぱりその未来の世代のためにっていうのが大事じゃないですか、うん、人口減少のとこはどうですか。二宮金次郎の話とか昔から結構書かれてたじゃないですか、うん、そうですね、これどう取り組めばいいですか。だからまあ一つは、うん、あの一つはね人口減少はある程度しょうがないんだよね、うん、だから江戸時代はだからあの1603年に江戸幕府ができて、うん、あの赤穂浪士の討ち入りあったでしょ。あれは時は元禄15年っつってあれ1702年なんだよ、うん、で100年間さ高度成長なんだよ、うん、戦争終わってでみんな平和になって経済がどんどん活性化してそっからねその後から停滞が始まるんだずっと、うん、だからこういう成長でずっとずっと平らなんだよ、うん、GDP がで人口も1500、600万の人口が3000万だったね、うん、元禄あの討ち入りの頃にそれでずっと平らでさその後結局ねどうしたかっていうと二宮金次郎の発想ではというか利益率を上げろって言った、はい、うんうん、だから GDP そのものじゃなくて利益率を上げればいいんで、うん、それをちゃんとやりましょうっていうのは彼提案してて、うん、でなかなかそれはある程度彼の提案はうまくいったんだよね、はい、まあ、その思想がいろんなところに流れてってトヨタ佐吉というトヨタの創業者のところに届くんだよね、うん、二宮金次郎の教えが、まあ、それが一つ大事なの。つまりあの今の現在に戻して言うと利益率を上げればいいんで、うん、そこはだから大きくなくてもいいから利益率を高くしていくってことは一番重要だよね。利益率って、まあ、企業だと利益率ですし、うん、1人当たり GDP とか1人当たり GDP ってことですよね、うん、だから全体の GDP は人口が多いけど多いんだからさ、うんうん、1人当たりの GDP は上がればいいわけだよね。そうですよね。だからクオリティ国家、うん、大前健一さんとかクオリティ国家って言ったりしますけど、うん、スイスとかそういった中、うん、ミドル規模でもちゃんと稼げる国みたいになるってことですよね、うんうん、そうだね、うん、まあそこだよね。だから当たり前だけど中国は GDP 日本抜いたけど人口多いんだから当たり前なんで、うん、そうですよね。で当時さ日本が世界第二の経済大国って言った時に、うん、フランスイギリスドイツ抜いて世界2位だって言ったけど当たり前なんだね。だって人口多いんだから、うん、フランスもイギリスも6000万とか7000万とかの世界だから、うん、日本はその2倍あるんだから、ね、GDP を追い抜くに決まってるんで一人当たりの GDP が問題だよね。その時の日本の利益率を上げる核はやっぱそのグリーン産業とかそういうとこですか、うん、今後今後です、うん、どうやったら利益率が上がるんですか。まずはだから、ま、で電力改革っていうのは、うん、だから一つはその投資の先を新しい期待の持てる側に場所に持っていくってことですよね。それは大事ですね、うん、まあ、ESG 投資3000兆円とか言われてるけど、うん、世界の投資が入ってきますからね。逆に言うと石炭火力でベトナムで日本が石炭火力やってたらそのもう 今の脱炭素の流れの中で、うん、イギリスの銀行とその香港の銀行が抜けちゃったんですすぐ、うん、つまりそこ投資しないっていうわけ石炭火力にベトナムの。で日本だけが残っちゃった、うん、つまり時代遅れのことやってれば投資しないよっていうことなんだよね、うん、今例えば風力だったらどんどん投資いきます。そういう意味でだから世界の投資を集めるということだよね、うんうんうん、そうですよね、うん、だからそういう期待が持てるような産業というか物語っていうか、うん、
なんかね事業を作っていくってことですね、うん、その意味で今スタートアップ5カ年計画みたいな形でそこには投資を推し進めようと岸田政権してるじゃないですか、うん、それは支持できる方向性、ね、うん、だからそれをもっとね、うん、そのだからまだ古い産業にそのまだいろんなものが残ってて、うん、改革してないからこっち行くってちゃんとねもっと司令塔機能を出してもらわないと、うんうん、原発なんかでも結局ね何も決めないんだよね。で僕ね間違えられてるけど原発反対派じゃないからね、うん、そうかと言ってどんどん作れと言ってないんで、うん、今回の提言でも出したんだけど要するに原発決定会議みたいなの作れと、うん、で岸田総理があの議長になってで原子力担当大臣をね経産大臣も全部呼んでそこで半年間限定でやれっていうわけ、うん、提案してたけどねそこで何基残すのかどれを廃炉にするのか、うん、そして小型原発をどのくらいいくら投資して作るのか、うん、それでもダメならダメとでちゃんとやれって決めろって言ってるわけね、うん、で核燃料サイクルもねもちろんどうするかって決めないんだよずっと決めないで来てるわけ、うん、それであの野党に追及されるともう原発反対派みたいなこと言って逃げるわけよ、うん、それでいてこっそり原発早くちょこちょこっとやれとか言ってるわけねで、うん、何も説明できてないのよ。だからきちんと説明できるようにしてあといくらこんだけやりますからとだけどもうこれはやりませんとかってね分かるようにやればいいんで決めればいいんですよ。うん、決めないからさ実は自利品になるんですこれから。そうですよね、で小型原発も全然投資してないからどうすんのってことだよね。うん、だからでまあもちろんねその柏原刈羽みたいにあのテロ対策できていませんとかさバカなんだよ本当にね、うん、あれ今度ウクライナ戦争で分かったと思うけどあれで一発ミサイル来たら終わりですからね、うん、そういうことも国家として考えなきゃいけないっていう言葉できちんと総理が決定会議で決めなきゃいけないんだよね、うん、そうですね。そういう意味でやっぱり日本がこれからちゃんと復活して反映するためにはやっぱりリーダーが大事じゃないですか。決定するリーダーが大事、ね、決定するリーダーですね。決断力が大事だよね、うん、だから小泉さんはやっぱりやるって言ったところやるわけよね、うんうん、で俺はこれとこれやりますって言ったらやるわけよね、うんうん、だからそれでいくつもできないからこれとこれをやりますっていうのがちゃんとね、うん、あの宣言すればいいんだけど新しい資本主義って何言っても全然分かんないじゃない、うん、結局ね維新とか見ててやっぱ若い政治家とか、うん、まあ、いろんな人たちが期待できる人って結構増えてきてますか、うん、だからだって幹事長や政調会長40代なんだからさ、うん、当選1回か2回だよ。だからそういう意味じゃ政治も官僚もあと経済セクターも40代以下ぐらいの人たちが要するにしがらみがないってことは大事よね、うん、しがらみが、うん、しがらみがあると既得権益ってしがらみのことだからそうですね。であっちに気遣いこっちに気遣いってやると決められないわけだからそうですね。で昭和16年夏の敗戦もそうじゃない、うん、結局鈴木企画院総裁というのがいろんな人たちがこう怖い軍人たちがいっぱいいるわけでしょ会議に、うん、お前どうなんだって言って数字出さなきゃいけなくなっちゃうけどね決められないわけよね、うん、数字が決められなくて、うん、結局ちょっとこう妥協的な数字出したら日本は戦争をやることになるわけよね、うん、だから不決断なんです ね決断じゃなくて不決断があの戦争を始めたんで、うん、決断して戦争を始めたんじゃないんですよ。不決断でズルズルいっちゃったから始まっちゃったんだよね、うん、決断しない政治っていうのはだから昭和16年から今まで続いてるわけで、うん、要はねそこを断ち切らないといけないわけですよね。決断する政治があればいいってことです、うん、これからその意味でそのしがらみのない40代以下の人たちがなんかどういう行動するかなんか諦めずにちゃんと動くかどうかが大事だと思うんですけど、うん、その40代以下の期待できる人たちに対して、うん、なんか最後ちょっとメッセージをいただいて締めたいなというふうに思うんですけど、うん、やっぱりね、うん、世界はみんなビジョンを持ってて未来へ向かってますよね、うん、日本は未来に向かっているビジョンというか道筋をきちんと示してないと思うね、うん、政治家がそれは政治家の責任だと思うね、うん、で僕はだから作家っていうのはクリエイターですから、うん、デザイナーとかクリエイターとかそういう人がやっぱりプラン作る専門家なんですって、うん、そのプラン作る専門家も不在なんです今、うんうん、その力をつまり小選挙区で盆踊り行くというのはもう仕方ないとしてもそれじゃダメだからね、うん、だからそれでだからね話戻るけど、ね、うん、なんで作家が政治家やるんだとかそういう言い方をしてちゃダメなのよ。だったらさその会社員がなんで政治家になるのかあるいは政治家が今度逆に今度起業家になるとか、うん、というふうにいろんなふうに入れ替わっていかないとそうですね、うん、なんか回転ドアじゃないけどどん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 
入れ替わって、そのフレキシビリティが新しいそのビジョンを作っていくんで、うん、だからそうやって職業政治家ってみんな2世3世になっちゃうわけよ、そんなことやってたら。そうですよね。それも年功序列終身雇用と一緒だから、うんうん、家業としての政治家みたいになっていっちゃうから、うん、日本ってみんなタコツボばっかりできてって。このタコツボ化って日本の伝統なんですか、それとも戦後に起きたことなんですか、特別なことなんですか。やっぱりタコツボになりやすい文化ですか。これ江戸時代がタコツボだったわけ。ああ、江戸時代もタコツボですね。それで福沢諭吉が、うんうん、あのソサエティっていうのをどう訳していいか考えて、うん、広場みたいのって、ね、はい、それで人間交際って言ったわけよ、人間交際って書く。でそれがそのフレキシビリティがソサエティであって、うん、それが国民国家だって、まあ、福沢諭吉言ったわけよね、はい、その時にその人間交際の時に男女交際を付け加えたわけね、うん、男と男、男と女、女と女、その部分もないともうそこもフレキシブルにするっていうことで、それが日本の作家が勘違いして、あの女とのスキャンダルやって小説書いたり売れたりして、うん、で週刊文春みたいにそこは市場できちゃってたから、それが純文学って勘違いされちゃって、全然意味違うのよね、うん、だからやっぱりヨーロッパの小説は女のお尻追っかけてるだけが小説じゃないから、うん、そういうところで人間交際と男女交際がセットなんだけど、日本はこれがまた文学が狭くなってって男女交際だけ追いかけてって、それをスキャンダルにしたら売れたから市場化してたわけよね、うん、いろんな勘違いが起きてるんだよね。うん、なんかまた江戸時代をタコツボをシャッフルしたように、今も昭和して平成のタコツボをシャッフルする、うん、文化をシャッフルしたけど、文化をシャッフル ね。だから、まあ、僕に即して言えば芥川賞、直木賞、大谷賞ってあるんだけど、これもタコツボで、それクロスオーバーしてった作品じゃないとこれからパワーないわけ。うん、でアメリカとかみんなそういう小説なんですよ今作品が。うん、日本だけなんかねタコツボでやってんだよね。うん、そういう意味では若い人へのメッセージもタコツボに入り込むなと、うん、どんどん外に出て行って回転ドアでいろんなことを経験して、そうタコツボって要するに暗示ってことよね、うん、そうですね。それから昨日の世界ってことよね、うん、昨日の世界、うん、今日の世界、明日の世界じゃないんだよ。あ、つまりそれを壊していかないと、今あるいろんな規制観念みたいのを壊していくのがタコツボの破壊だから、うん、ほっとけばタコツボになってるわけだから、要はね、それを壊していくのがベンチャーとかクリエイターの役割ですね。壊している時に新しいものそこで生まれているわけですから、うん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 、壊さないと生まれないんで。そうですね、既成の価値観の上に乗っかってたら新しいものは生まれませんから、うんうんうん、僕ねよく言って、だから三門翔さんが書いた時も新製品だって言ったわけ、僕は。うん、全部クロスオーバーしてるわけだから、はい、アカデミズムも全部クロスオーバーしたものを作ったわけね。だから新製品っていうのはそういうものだと思うんだよね。無限の新製品開発ですよね。そういうことですね。それをやり続けなきゃいけないってことですよね、うん、だから政治の新製品をちょっとね、だからやってみようかなと思ってて、それは最初に言った動機ですよね。わかりました、猪瀬さんありがとうございました。なんか前お会いした時より若返ったような、いやいや印象を今日あのインタビューして受けました。まあだから、はい、まあ、先ほど最初ちょっと言ったけど、やっぱり参議院っていうのの役割があるんですよっていうことが今回新しさだと思うのね、はい、参議院が衆議院のコピーになってるってみんな思ってるから、うん、違うよねと、参議院というものに新風を吹き込むっていうことが僕の役割だなと思ってるね、うん、あと参議院なんか変わってもあんまり意味がないと思ってる人も多いんですけど、結構権力ありますよね参議院って。だから選挙のこと考えなくていいからね、うん、6年間。そうですよね、それは大きいと思うよね。わかりました。とりあえず政治家って選挙活動がメインで、ほとんど9割選挙活動ですから、うんうんうん、それやってたら日本のこれからどうしたらいいかなんて考えて暇ないからね、うん、かわいそうっちゃかわいそうなのよ。だから2世3世議員になっていって、うん、そうするとやっぱりそこで広場ができなくなっちゃうわけよね。要するにね、誰かが悪いっていうわけじゃなく仕組みでね、そうなってるってことなんで、だから個人の攻撃じゃなくて仕組みを変えるっていうことをきちんとやるっていうことだよね。わ、うん、かりました、まあ、そんなところで井上さん、たっぷり今日はありがとうございました、はい、どうもでは、ありがとうございました。ありがとうございました。